引っ越しするからね。え、なんかファブリーズ的な何かとかないんですか。ちょうどあの椅子の下に隠れてます。ちょっとみんなアンケートゴキブリ出た時どうする。平井さんハンターでしょ。何がハンター平井はよってみんなから言われてますよ。ハンター平井ってなファーファーンって音が聞こえてくる感じが。いやいや、ぜひあのカプコン TV ご覧ください。え、そう、それは本当にそうですけど、カプコン TV であの見てください。どこどこ、この椅子の下に隠れとるんですよ。マジで。はい、お前ちょっと名古屋弁で撮れないか。かっこいい。叩き方間違ってる、叩き方。おっと今、田園トリオがですね、はい、わけのわからない。ちょっとあの藤田君、それなんやな。なんでタオル巻いたんすか。藤田君、それなんや、なん。え、君の田舎ではそういうことをするのかな。なんでタオル巻いたんすか。なんでタオル巻いて。え、うわあ、死んだ。ちょっとこれ、あれです、うわうわうわ、ひっくり返るパターンじゃないですか。大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。これ死んだふりじゃないですか。あの、なんか白いの出てる。飯食っとんのやと。飯食ってるとこすんません。ダメ押し、ダメ押し。おお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 。藤田さん、すっげえ音する。パーンパーン、オーバーキル。まだおるで。てめえバナナ食ってる時にゴキブリ駆除番組。あ、卵飛び散ってるらしいぞ。流れに渡してクエストクリア。GQ ハンターある種、ある種ね。うまいこと言うな。そうですね、うん、出ますよね。え、何、G が、 G 出ますよ。10月でしたっけ。10月出ますよ。絶対やるけど。あ、流れの実食。いや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 。これもゲームですか。いや、ゲームですよこれ。防具作ろう、これで。いや、もうリアルアドベンチャーですよ。いや、ゴキブリつなぎ合わせてくさび片びらみたいなの作ってよ。それ強そうではありますけど。汚いで、素材ゲット。卵はポカリエ。何を言うてるんやん。テラフォーマーズ。いや、ほんとそうですね。ジョージ。いやー。あー。なんなん、初めてゴキブリ。初めてですね。なるほど。初めて出たらしいです。スタジオでゴキブリ。あー。あー、怖っ。ちょっと何してんの。何洗うてんの。手、手洗いてた。手で叩いたん。いや、なんかちょっと…え、実際、直接触った。触ってはない。触ってはない。手を気持ち的に…なるほどね。気持ち的に手を洗っときたいと。うん、レッドブルの感があって、いろんなとこみんな見てあるわ。入念に洗っとる、810人の方に何を僕らは配信してるんでしょうか。いや、これもある種のゲーム実況配信かもしれません。ですよね。はい。あ、ポカリス。藤田さんがスパンキングしてるのはゲームそのものでしたからね。いや、落ち着くわポカリス。ああ。ああ。ガチゲー見よう、みんなで。ガチゲーと同時視聴してるけど、この格差。ちょっと待ってくれ。向こう何せんの、向こう何せんの。ワイワイやってますよ、こっちは。ああ。ちょっとじゃあ、広告、せっかくいただいてますんでね。向こうにも広告入れろ、もうそんなやったら。もう、平井さんから、あちらのお客様からみたいな、アメザイの平井さんから広告です。他の番組の実況するやって、しません。で、ゲームしますよ。はい、で、ちょっといいっすか、せっかくなんで全部読んだ上でゲームいきたいと思うんですけど、はい、クロウさんから、ありがたいっすね。無料野外イベントやるよ、詳細は調べてこい。ありがとうございます、調べてください。ざっす。おー、うわ、ちゃんとしてんな。向こうちゃんとしてんな。ちょっと今、藤田さんがなんでか知らないですけど、ガチゲーを映した状態で僕らに見せてきてるんですよ。あこの格差とも言うべき感じの、まじまじとこう。いやー、いいですね。なんかほんで可愛い女の子みたいな感じでね。はい、メイドの格好されてますね。キャンチも出とるな。はい。ああ、映画な。それに引き換え、わしら。大丈夫かいな、これ。
ほんまにすいません隣が無職で。いや大丈夫よ、俺も元芸人で誰か無職だよ。早よゲームせよほんまに。もうちょっともう読まんで、ね、広告。いやほら、クロさんもね、はい、ほらもう広告はそこそこねって広告で送ってるやん。もうそういうのやめな、あれもういらわへんで、わていらえまへんで。いやもうすごいですね。うわぁ、なにこれ。ミクさん、え、1000ポイントでいただいて おりますね。1000ポイント。アメザリ20周年みんなでお祝い、いろいろ事件も起きてるよ。ありがとうございます。そうですね、20周年のお祝いで出てきたわけでしょ。だって初めて来たわけですよ今日、原田さんの家に。多分あれは家じゃねえし。家じゃねえ、スタジオだ。20周年でお祝いがゴキブリ。やめなさいよ本当に。事件ですよ、パイズリ回っとるがな。行きますよ、はい、ありがとうございます。皆さん本当に広告ありがとうございます。ありがとうございます、あと20年もね、ゴキブリのような、繁殖力でガン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 拡散していきたいなと思っております。お、流れのゴキブリの携帯模写いかがだったでしょうか。そろそろ終わりにしますか。はい、20分経ちましたね。ものすごく疲れたゴキブリ。さあ、ということで今回よ、はい、今回やるゲームは何でしょうねということで。はい、そうですよね、ゲーム変えてみたんですよね。はい、ゲーム変えました。もうね、皆さんにはね、やっぱり夏休みということなんで、はい、そろそろ。あ、そうですよね、もう来週海の日で、はい、いよいよ夏休みですよ、そんなあなたたちに必要なゲームを、はい、今回ご紹介させていただきます。お、こちらでございます。はい、じゃーん、はい、僕の夏休みでございますね。ファークライ3ね、皆さん知ってますか。ファークライ3ちげーって言った。もう今安なってるんですよこれ。お買い求めしやすい価格になった。2480円ぐらいでした。そうね、もちろんオンラインでもできますしね。はい、じゃあ早速皆さんにやっていきましょうね。大人版僕の夏休み来たと。そうです、これがですね、アメリカ版の僕の夏休みです。なるほど、日本版の僕の夏休みではなくアメリカ版の。そうですね、なるほど、洋芸の夏休みってことですね。日本版の僕の夏休み、あのおばあちゃんの家行って、はい、カブトムシ取ったりとか。はい、そうですよね、泳いだりとか。なんかちっちゃい子が、割と小学生か幼稚園ぐらいの子がわんさか駆け回る感じの印象があるんですけど、はい、これもあの学生が。あ、学生は一緒だと。学生一緒ですね。なんかちょっと虫取り網とは全然違うものを持ってる感じするのは気のせいですか、平井さんこれ。まああの最初持つのは虫取り網じゃないですね。最初、はい、まあ、あの僕の夏休みだとあの瀬戸内海系だとね、はい、船で行くわけです、はい、で井上陽水かかったりするんですけど、はい、このやっぱり UBI のこのファークライかっこ僕の夏休みはですね、はい、夏休みを利用して友達とみんなでスカイダイビングしますから。おお、規模が、気持ち悪いですかって。なんですか、顔ですか。ほらほらほら、これ見てください。夏休み。え、俺学生ですよね。やっぱ学生ですよ。ほらみんな、ほら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 、みんな若い。ほら楽しそう。ほらこういうね、リア充ですよ、まさに皆さん同時代。めっちゃリア充じゃないですか。ウェーイみたいな、楽しいなみたいな。ね、いいでしょ。すごいですね、爆発すればいいのにみたいな夏休みの仕方してるじゃないですか、はい、こいつら。クラブもあったりとかして。おお、スカイダイビング。そう、みんなでスカイダイビングするんですよ、この夏。イエーイみたいな。楽しそうでしょ。めっちゃ楽しそうですね。ねえ、ん？おい、バカやって満足したか？飛行機から鳥みたいに飛んで。バカじゃん。この電話は気に入ったぜ。テロリストです。さて、ザマーっていう感じです、皆さんの。あの、そしてジェイソン。みんなスカイダイビングしてたでしょ？はい。で、島に降り立ったんです、はい、で、その島にいるのはテロリストだった。これ捕まってるの兄貴です。
夏休み、楽しい夏休みの始まりですよ。みたいな。偶然にも程がある。あるあるですね。もう怖いもん。俺がここの支配者。黙らなきゃ。ね？殺すから。竹で作った。はい。こういう牢屋ですか。はい。に入れられている。さっきみたいに笑わねえのか。俺と一緒じゃ楽しくねえか。だからこの主人公は夏休みを利用して、はい。この後大人の男の子になっていく。なるほど。あれっすね。TOKIO でいうダッシュ島みたいな感じで、まあまあサバイバル能力を鍛えるみたいな夏休みってことですよね。はい、本人は別に鍛えるつもりないんです。鍛えなければいけない状況に陥ったっていう。心配ねえ、のんびりやろうぜ。俺とちょっと何が起きたのかわからないってコメントが仲良く楽しく金を待とうぜ。人質を脅すな。お前不良品を処分。これがだからお決まりのチュートリアルですよ。すごいですね。もうチュートリアルばっかりやってますからね。まあまあチュートリアル大体ね。最近の始まったらチュートリアルじゃないですか。はい。でもこうお兄さんですから捕まってんのお兄さん。ほらもう実はお兄さんね。はい。抜けおるんですよ。ちょっと手抜けかけてほら。お？めっちゃ強いじゃないですか。お兄さんがほどいてくれまんにゃ、これ怪我は大丈夫そうだ。みんなを探そう。どうやって。これFPS なんで自分自身は映らないですけど、はい、今手とか見える感じで、まあ、手だけしか見えないですけど。呼べ。いや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 、バレるよこれ。こんな普通バレるよこんな。おい、てめえら黙らねえか。バレ、おお。どうやった今。どうしたの。こうやった。こっからですよ、こっから。これね、今日はどうしても紹介したかったですね。行くんですよ。ついていくんですよ。あとはどこに。決して捕まるな。決して捕まるな。おお、イエーイ。おお。これ知り合いですかね。いや違うでしょこれ。なんか村の人もいるのよね。あ、そうなんですね。うん、しゃがむ。丸ボタンはしゃがむ。捕まったんだろう。柳原って書いてある。捕まってもってて。やばい。すごいよな、こんなとこよう避けるわ。こんなん無理でしょこれ。飽きまへんでこれ。こうね、こうね、逃げていきまんやこれ。新たな仕事になる。お、なるほど、そういうのがありますよ。バレバレだと行くわけです。すーん、うるさい。なんか出るな、なんか出るな。すーついていくわけです。もうありえないでしょこれ。板腐って